カール・ツアイス、カール・ツアイスは、である、カール・フリードリヒ・ツアイスは、イエーナに、顕微鏡製造のための工房を開設し、イエーナ大学の植物学者で、細胞説で有名なマテアス・ヤー・コップ・シュライデンの、激励を受けて、大学の研究室で割れる、工学機器を製作し、高い評価を受けるようになった。当時の志雑誌は、一流顕微鏡の製造であり、そのために、周長に、 工場設立の申請を出したが、許可はなかなか来ず、ザイスは、父から100タラーの融資を受けて1846年秋、業務を開始してしまった。幸い業務開始後間もない1846年11月19日付で、ザクセンバイマルアイゼナハ大抗国の州監督から許可通知書発行された。ザイスはさらに、シュライデンの助言を受けて、 顕微鏡を改良し1850年代以降には、顕微鏡の品質で一般から広く認められるようになり、中林源一般工業博覧会で1857年に銀賞、1861年には金賞を獲得、1866年には通算生産台数千台を数えた。しかし成功にもかかわらず、サイスは製品に満足していなかった。 学問の発展に伴い研究用機器への要求は、ますます高度になりつつあり、改良の糸口を数学的計算に基づく設計に、求め自力で公式立てようと試みたが、サイスに数学の知識がなくすでに高齢になっていたこともあって、思うような結果は得られなかった。専門的に工学を勉強したブレーンが会社にいないと、さらなる発展は、 持ちない状況になりつつあると判断し、以前師匠のカール・キルナーと働いていた数学者、バール・フースに助言を求めたが、この試みは無駄になった。1866年に、イエーナ大学の講師エルンスト・アッペと、学術実験用の機器製作を通じて知り合って、助言を求め、アッペも実際の検証が伴わない理論など進学に、毛の生えたようなものでどうしても高度実験機材が、 必要だと考えていた。ここで、両者は一致したが、アペは、機械や簡単な望遠鏡には数学を応用する、ことは可能でも顕微鏡への応用はあまりに複雑で、難しいと考えており、サイスに釘を刺した上で、数学的な計算には応じる胸度多い、共同で、工学機器の性能向上技術を開発するようになった。当初は、 経験に公式を当てはめたような状態であったが1872年にはアッペの経営に基づいて設計された顕微鏡が出荷され高く評価された。業績は著しく向上し1875年にサイズはアッペに共同経営に参画するよう働きかけ1876年にアッペは共同経営者として参加した。この頃の従業員数は50人ほどになっていた。 次に障害になったのは、光学ガラスの素材であったが、1879年からフリードリッヒオットオショットがガラス光学技術を提供することとなり、良質のガラスをレンズの材料とすることによって、境最高水準の光学機器会社として、さらに発展することとなった。高い評価を聞きつけて、優秀な人材が集まるようになり、 例えば1886年にはすでに巧妙な数学者だったパウレルドルフを迎えている。アッペはことあるごとに、サイスに対し工場経営の抜本的改革を申し入れていたが、実現しないままカールフリードリヒ・サイスは死去した。アッペは、自らが所有する会社の株は元より、カール・ザイスの息子で、共同経営者だったローデリヒ・ザイス、ラダリッチ・ザイスにも迫って、 株の譲渡を受け、1891年6月30日、すべての株を財団所有とした。これによって、カールザッイス社には、一人の株主もいなくなり、財団によって運営される、ケウの企業形態となった。アッペにより定められた財団の定管は、財団の使命として、次の項目を謳っている。また、企業戦略は次の原則に基づいて決定されると、した。財団は、 当時一日十四14時間労働から12時間労働に短縮するかどうかを議論していたドイツ産業界の労働観光から見れば過激な9時間労働制、年中休休暇、年金制度などの概念を導入、世界に先駆けて整備し、労働者の待遇改善に努めた。アッペは、工学機械製造業者の大会で9時間、労働制と時間外労働手当や休日、 出勤手当の法制化を主張したが、これは激しい反対に相いまた、軍国主義的なプロイセン政府からも法案の採用を拒否されている。1900年4月1日には、年間通り8時間労働制を実現し、現在の労働時間の宣弁をつけた。1919年には、フリードリッヒオットオショットも自己持ち分をカール・ザイスサイダーに提供し、 カール・ザイス財団は、カール・ザイス社とショット社の単独所有者となった。また技術的に価値の高い新規の発明については、特許を取ることを禁じ、進んで公開するものとした。他社が経営上の理由から二の足を踏む分野に、対しても財団参加の企業が積極的な技術開発を行いたのは、上記のような財団の経営方針によるものである。 このような労働政策や企業理念がグループの労働者の労働意欲を大いに向上し生産性を飛躍的に高め結果として19世紀末から軍事や医学その他の専門分野で世界中どこへ行っても最高の性能を得た製品として使われた。これにより世代によってはカール・ザイスの何絶対的権威の象徴としての伝説的な響きを感じる人も多い。 1923年8月、カール・ザイスの技師バルター・バウアースフェルト、バルター・バウアースフェルドは、世界初の近代的プラネタリウム、ザイス1型を製造した。このプラネタリウムは1923年10月21日に、ドイツ博物館にて公開され、現在も展示されている。ザイス財団の人類の福祉に貢献するというシャゼは、ナチスが台頭してくると、 マルクス主義的とみなされ、経営に溶解される原因になったと言われている。財団参加の企業は以下をはじめとして数多い。20世紀初頭から第二次世界大戦までの期間、カール・ツァイスは世界の最先端を走る工学危機器会社として君臨した。しかし、第二次世界大戦におけるドイツ敗戦の影響は、カール・ツァイスにおいても多大な影響を及ぼした。 第二次世界大戦の敗戦直後、ドイツの東西分断により、ドイツ東部にあったイエーナはソ連占領統治下に置かれた。しかし、アメリカ軍は、カールザイスの工学技術をソ連にそのまま渡すことを、そするためソ連軍に先んじてイエーナに入り、1945年6月24日に125名の技術者とその家族を拉致、また8万枚の図面と共にイエーナを出発。 オーバーコッヘンに移動させ、ザイスをプトンとして、工学機器の生産を引き継いだ。一方ソ連軍は、イエーナの工場軍を接収残った技術者もソ連に送った。これによって、カール・ザイスは東西に分裂した。東側は、イエーナに、反韓反民の人民公社カール・ザイス・イエーナを設立。この、イエーナのカール・ザイスは、 東ドイツの誇る工学機器メーカーとして存続した。その後1970年代になると、東西のカール・ツァイスはどちらも有名な一流企業に復活し、世界市場で競合するようになり、どちらも戦前からの商標を使用していたため競合が、生じロンドンの国際司法裁判所に本拠地がどちらなのか判決を求め、1971年4月26日に、 カールザイス財団の本拠地は、イエーナである、旨が確認された。また、東ドイツのカールザイスの提案で会議が開かれ、と決められた。同様に戦前からの商標が使えない地域向けの商品には、ビオターが B、ビオゴンが B、ビオメターが BEM、フレクトゴンがカイ、プラナーが PL、ゾナが S、または、ソ、テッサーが T、ディスタゴンが B、 ミクロターが M など略号で示されているものがある。サッカークラブの FC カールツァイスイエーナは1903年に創設され、東ドイツ DDR 時代には国を代表する競合チームであった。2009から2010シーズン現在、ブンデスリーが3部に所属している。1989年から1990年に渡って行われたドイツ再統一により、 東西に分かれていたカール・チャイスも統合の道を歩むことになる。イエーナにあったチャイスは東ドイツの経済の低迷に伴い経営に行き詰まっており実質的にオーバーコフ編のチャイスが吸収する形となった。現在もカール・チャイス本社はオーバーコフ編に置かれている。近年では半導体路工機ステッパーを製造しているオランダの ASML に光学系を 独占的に供給している。また、光学系に光ファイバーを用いたプラネタリウム投影機の生産も行っている。この他に、漢方用工学即興に潜水艦の潜望鏡、重機用の照準機など、軍用の光学機器、コレポスコープなどの医療用光学機器も製造している。カールツイスは、数多くの企業にカールツイスのブランドの使用を許可している。 フィルムカメラ時代には、京セラオプテックがデジタルカメラ世代になってからは、コシナとソニーが多くのカールツァイスブランドのレンズを設計、製造している。また共同開発や提携した会社も多い。コンタックスはヤシカとの連携で作られたブランドで、レンズをカールツァイス、ボディをヤシカが製造した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。